昨日レインドロップスのお披露目配信があった後、こうやって割とすぐに一回寝たんですよ。俺朝の2時半か3時ぐらいに一回目が覚めて、お腹が空いてしまって、ちょっとカップ麺食べよっかなって思って、カップ焼きそばにお湯を入れながら、5分あったからゴミ出そうと思って、両手にゴミを抱えて外に出たんですけど、どうせカップ麺出来上がるまでの5分の間にゴミ捨てて帰ってこれるから鍵いいやと思って、そのままゴミ捨て場まで降りてしまって、よし捨てた帰ろうって思ったら、エントランスのオートロックが閉まってたんですね。でスマホも持ってなくって、本当に何も持って、ゴミしか持ってない、どうしようって。で誰かがさ降りてきたり帰ってくれば、一緒にそのエントランスだけ抜けてしまえば部屋に帰れる、部屋の鍵は閉まってないから戻れるんだけど、こんな時間に誰も出入りするわけないじゃんね。でそういえば歩いてこここうやって行ったところに交番あったなって思い出して、すいません、寝ぼけてゴミ出ししたらオートロックで締め出されちゃって家に入れなくなってしまって、明るくなるまでちょっとだけ待たせてもらってもいいですか。めちゃめちゃ恥ずかしかったもん。もう絶対あそこの交番にはお世話にならん。でも警察の人びっくりしてたけど、めちゃめちゃ笑ってて、全然いいよ、すごい暖房のついてあったかい交番で椅子をね貸してくださって、世間話した、した。え、ね、オートロック一人暮らしなの、近く住んでるの、中学生で一人暮らし、最近越してきたの、お話しして、え、なんで引っ越してきたの、お仕事の都合で、え、お仕事何してるの、動画編集みたいな、え、YouTuber みたいなやつ、あーちょっと、そんな感じといえば、そんな感じ、答えたらいいんだよ。そして寒くない、飲み物いる、紅茶家電もね、紅茶家電もね、カンカンのお茶を、あったかいお紅茶を持ってきてくれ、なんて優しいんだ、すげえあったけえ人の優しさに触れてしまって、まあ、結局朝になって明るくなってきたから、完全に人通りが増えてからその家に帰るとパジャマで出歩くの恥ずかしすぎるかなと思って、6時過ぎぐらいに家に帰ったんですけど、でも相変わらずちょっと縮こまって待っていたら、上から人の降りてくる気配があり、俺はスッと段ボールをまた戻し、郵便受けをガチャガチャして自分の郵便ポストを開けて、いかにも今ゴミ捨てをして、そのついでにポストの中身を確認していました、自分でも鍵を持っていますという風に装いながら、その出てくる人を待ち、降りてきた人がガチャって開けた瞬間にポストをシュッと閉めて、あ、こんにちは、おはようございますって挨拶をしながら中入った。それでウキウキになって部屋に帰り、まあ、台所に行けばビヨンビヨンに伸びたカップ焼きそばがあり、あ、で電子レンジ2分を3回繰り返しても全然水分飛ばなかったから、フライパンに入れて炒めて、それにソース入れてマヨネーズ入れて混ぜたら、なんかそれっぽい味になったので、お腹空いてたから食べたよ。まあラーメン二郎の方が美味しかったっすね。